あ、猫さんいますね。ほい。ほい、右に。右。右。左。はい。あ、なんだ、なんか狙われてる。狙われてますね。でもまあ、これは簡単。なのではなかろうか。一個ずつやればなんちゅう。あ、全然。待って待って。ちょっとどっからやってきてんの？あ、こっちか。はい。返せない系？返せない系？そんなせこいの？え、めっちゃなんかすごい雲いる。え、ダメだこれ。で止めたい。そうじゃない。あ、そっか、弾もそれで止めるんだったね、そういえば。あ、待って、これはやった方がいいの？ママちゃんやられたい放題。これだ。返した？うん。ちょっと待ってね。あ、壊してる気がする。まあいいや。行こう。よいしょ。急げ、アマちゃん。急げ、アマちゃん。ここにも丸が何か置く気なやつ。コンティニュー。セーブ。セーブの上にコンティニューをさせようとしている。こっちに扉、こっちに浜の矢、これで上に行ける。これは、なんだっけ？真っ赤に光ってる化け物雲。ありゃ、たぎり雲。あ、今までのと違うの？姿こそ鎖雲や渡り雲に似ちゃいるが、見ての通り下手に触ったら火傷する。それって、これでいいってやつ？どうなんでしょうか。一応こっちから先行ってみるか。あ、グロいんですけどグロいんですけど、上にも道あるといえばあるけど。あ、宝箱。あー、なんだって宝箱あるね。あれ、向こう側に道ない。あれ、これ来た？来てないよね。え、来てないよね。これ来てない。こう行って、あー、うん、いやー難しいな。止めて、壁で、うん、やりたいことはわかる。やりたいことはわかるができないんだ。あ、いけた。ふぅ。まあ、こっちの方が安全よね。さてさて。こんなに広いとはね、あの扉の中。めっちゃ氷やん、ここ。ここで戦いたくないな。よいしょ。さすがに弱いまんまか。うっしゃ、詰める。チャラララララ。
もう最近あんまり無礼働いてないっすね。そんなことはないか。ポポポポにかかってるよ、私の教会への道は。とりあえずこれ別に乗んなくてもいいから、避ける方で。上に連れてってくれる人がいる。あ、なんだえ、なになになに当たってんの。あ、これか。これ、溶かせる、溶かせる。今、火が大丈夫なやつつけてるけど。あ、ダメなんだ。じゃあ、なんかないとダメなんす？あ、そういえばさ、筆技が、噛みすぎ。筆技がさ、あの、氷吹雪のやつが来るから、それで固まるんかもしれん、あれ。何これ。あー！これから出てるじゃん。寒いやつ。あ、なんか敵出てきそう。大天狗、青天狗の赤いの。あっちの、あっちの戦い方まだ分かってないんですけど。どうしたらいい？とりあえず、飛んでっちゃえ。あ、強いよね、そういうのね。強いね。雨。無駄か。毒？雨、ずっと出してるから。腕技ができないの。痛い、痛い。あ、行けた。なんちゅうことはなかったが、どれで行く？何で行く？違うか。うん、倒した。あ、これで登るんだったらここで解決そうだね。いよいよ。はいそっちね。ナマコを見ろ。大層なからっくり仕掛けの箱が据え付けてあるが、どう見てもあの仕掛けの先っぽから猛吹雪が吹き出してるじゃねえか。こいつでカムイを氷漬けにしようと、魔人どもめ、舐めた真似しやがって。ほんとね、悪知恵働くね。ね、これを止めよう。所詮は奴らが猿知恵働かせて作ったガラクタだ。お前の技で止められねえはずがねえ。こっちが気になる、ごめん。まずそういうのすっきりさせてからね。薄めたい。ん？あ、ん？あ、これです。あったのが良かったのでは。床にでかい模様が刻まれてる。ちょっと待って、こっち跡っぽいな。こっちで先で、なんだ無理じゃねえかみたいなのがあるかもしれん。これで補足して、調べる。調べたい。こんなからくり仕掛けでカムイを氷漬けにしようと、魔人どもめ舐めた真似しやがって。止めるぜ、所詮。うん。が、しかし。が、しかしみたいな感じで右に行くのかな。ダメっぽいね。こっち行こう。で、さが、あるんですよね。え、こんなんやなかったっけ？あ、できた。
床になんかでかい文様が描かれ、刻まれてる。これなんか、さっきのあの機械みたいだよね。ここに歯車があって。これ飛ばしていいの？あ？上、右、左。こりゃ随分古い象形画だ。人に何か伝えようって絵には絵力ってもんがあるが、この絵にはその力が満ちてら。なるほどね。なんだっけ、上右左、これをどう使うの。上右左、そう言われましても。あ、待って、なんか、ここがめっちゃ、ここ注目してーみたいな。ここ注目してーっていう。目の話？目の話っぽいよね。何もないところでやってみたら？あ、入った。なるほど。あ、今いけそう。そういうことか。止まったかな。パスワードをさ、まあ忘れないようになんだろうけど、あんなところに置いてちゃうね。え、あ、そっか、これ、あれなんじゃない？筆技を、の、こう、使わされてたとか、そういう系ですか？何それ？巻き貝。壊したはずの壁が元に戻っている。そして星座になる。来た。来上がった。最後の。お前が失った13の筆技の最後の一つが、ついにここで現れ上がったぜ。なんだ。ヤギ？ヤギなんちゃったっけ？最後だよ。なんか感慨深くない？最後だ。満天の星空で迎えましょう。イエイ。おうじさん、いつもお世話になってます。おお。伊手紙。おお、我らが自分天照総御神、おもたが果敢なくなり、玉石時よりこの霊峰に身を寄せつるを、悪しき者に捕らえられ、心なずも下界を怪我したりけり。いや、まあしょうがないよね。ささみ雪降り積もるほどの時を経て、おもとと再び開港したるこの伊手紙。万物を永久に凍らせる絶対霊度の世界を御前に捧げ奉らん。おもとより転び入れし、我ら十三の分身。今一度、おもとのに集い、あらゆる悪を払う力を授けん。13の筆技最後の筆紙は、氷を司る神様伊手紙。あの技がお前に宿りゃ、お前には全ての筆技が戻るんだ。ん？甘子、伊手紙を見てみろ。おお、太陽。え、なにそれ、鏡？え、めっちゃかっこいいじゃん。え、めっちゃかっこいいじゃん。あおいちゃーん。あおいちゃん、かっこいいよ。やったの鏡。おお。これでついにお待ちかねの最後の筆技が戻ったってわけだ。伊手紙が司るのは、どんな妖怪さえも凍りつくす吹雪の力。最後を飾るにふさわしい筆技だぜ。これあのいまいましい滝雲のやつら、あれなら書き初めの餌食に持ってこいね。力の源になる氷の高まりに筆を置いて、
そこから線を描いて、また線描く系か。強化を早く。霊言なる筆技の力。い青色。ああ氷漬けにしちゃうんだ。おいら、これでお前の13の筆技を全部この目に焼き付けたんだ。神技、筆調べの13の筆技をな、ね、一番は近いところで。まあ、姫っぽい話は後だい。いや、もう涙がね。すみませんね。この神殿から生きて出られなきゃ。せっかくこの筆技も宝の持ち腐れだ。ここまで来て油断してコロッと落ちるなよ、甘子。これは、あ、伊手紙の極意見ます。牛。いやー、これでまだ54パンなの？これずっと凍ってんのかな？はぁ、あ、パリーンって言ってる。これで、入り口、ってかみんな、何？扉が閉まるといいね。すごいね、アマちゃん。かっこいいよ。さあ、これじゃなかったっちゅうことで、これを裏につけるか。強くはなるもんね。炎の力を宿す。なるほど。太陽だもんね。で、こう。よいしょ。で、これとかも使えるね。あ、一気に2匹やってる。あー、罠すぎる。あんまりやると、あれか。ちょうどいいところじゃないと。あ？場所が難しいね。いや、こりゃはぐれ玉ですわ。よいしょー。わいわいわい、帰ってきたら、帰ってきたら急に出てきた。あれ、こん、狭いし。え、めっちゃ強ー。甘雲の剣より強いんかな、これ。村雲の剣。あれ、ここまで帰ってきてよかったよね。あ、だよね。ん？いや、ここまで帰ってきてよかったよね。え、多分大丈夫なはず。で、これ何？この扉開かない。すっぽり真ん中に穴が開いてる。よいしょ。あ、今の宝箱ルート？今から行きたいのは、つまり降りていいの？あ、待って、あ、宝箱ある。ここ行けるの？行けた。よっしゃ。え下降りて良さそう。あー、ここに繋がるのか。なるほどね。にゃーにゃーあれなんか変なとこに来た。待って、まさか、こんなとこにたどり着くとは。
落ちてみるものですな。あ、落ちてみるものですなっていうか、これただの帰り道っていうか、落ちた時用の救済ぐらいな感じかもしれん。あ、と思ったら宝箱もありました。よかった。え、あ、止まるん。え、あ、え、でもこれ多分どいたら動くよね。止まってる。押し損ねてた。今何にも考えてなかったけど。あの上なんかあったっけ。なんもないよね。宝箱だけだよね。手前は宝箱に釣られて降りて、うん、これに釣られて降りて、ヘッドセットが痛い。とりあえずまあこれちょっと溶かしてみる。あー、なるほどね。オッケー。待って。あー、そこがないわけではない。で、可能な限り、可能な限り上に。休憩ポイントがある。そしてこういうことじゃ。あ、うそ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 う、危な。固まっちゃった。え、これどうしたらいい。あ、待って、これ次のチャンスにしよう、次のチャンスにしよう。焦ってはならない。よしよしよし。ほい。で、もう一個頑張る。自分で。自分でもう一個頑張って。この辺。で、あれ、嘘でしょ。あー、また落ちた。もう嫌だ。また落ちたーん。この辺よいしょ。ちょっと位置が変わってたね。なんかちょっと手前だったね。やれやれ。よいしょ。これどうしてる？移動はしてない。目が回る。右は行きたい。もう一回やって。ほい。えい。よいしょ。あ、地図。例えば全然地図見てなかった。よいしょ。忘れ物はないですか。ん？待って、なんか危うい壁を渡っている。で、これを固める。なんちゅうことはなかった。戦う。あ、そうか、これためなくてもいいやつだ。え、なんだ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 。上で、まさかの上で打撃を受けるという。はい。これは剣の方が圧倒的に速いな。テラララランでもない。
すぐそうやって見境なしに突っ込みやがってここよく見てみろよ、ぽっかり穴が開いてるじゃねえか。チッタ注意しねえとお前いつか痛い目に。おや、この穴ぼこよくよく見りゃキラキラ輝いてるじゃねえか。でっていう、なんだいこのキラキラは。どうやら奈落の底から雪の結晶が吹き上げてきてる。でっていうの。あー、なるほど。いや、思えば遠いとこまで来ましたな。うわっ、遠いとこまで来ましたよ。ポポポポンある。今度はそういう風に やるか。へい、そい。あなさかじいさん、わー、ハマちゃんと呼んでくれ。はい、違うですよ。この小さい幸せを積み重ねていこう。出ちゃった。もう一回。ワンモアチャンス。へい。オッケー。違うんですね。いろんな筆技を持っているので、いろんな筆技が反応します。いや、物理じゃないです。身をね、身を投げ、なんだって。おもちゃーん。よいしょ。で、途中なんでつららあったの？あ、いい感じですよ。つららではない。氷柱。にゃあ。これは見覚えのある。からの。おう。来てるからの戦う。へい、あさみしまえ。から来て、つらら来るよ。あ、あ、そっか。こっちね。しようかな。あ、時計だ。何学なの？今朝の5時。